お疲れちゃんのスラットです。今日ですね、こちら進化新衛隊工場ね、はい、やっていきますというわけで、なんか形組めば止まんなさそうみたいなね、はい、ちょっとチンパンデッキ寄りではあるんですけども、ちょっと世界上位でね、はい、見つけましたね。強そうだなと思いね、やっていきます。で、今日はちょっとなんかいつもとね、違う環境で動画を撮ってるので、もしかしたらね、なんかまあ雑音的なのもね結構入ってるかもしれないんですけど、はい、勘弁してください。やっとね、ちょっとどうにかしてやっと Wi-Fi を手に入れまして、なんとかクラロワはできてるんですよ。だから本当に試合の途中とかに赤トルネとか出まくって、ちょ Wi-Fi がねねえやんっつって、ダメやんっつってなってたんですけども、ちょっと奇跡的にね最強なWi-Fi にたどり着きまして、今なんとかクラロワできてる幸せな状況でさえってことでね、日々こうクラロワできることへのありがたみをね、感じながら、チンパンしていきます。はい。進化ね、新鋭でねちょっと出したいんでね、はい、まあ、雑に新鋭隊と工場出して、まあ、回していこうかなと思います。よいしょ、まあ、なのでちょっと今ね、もうどこだっけ、マジでどこだっけ。名前があれね、そのマレーシアにいます。マジ意味わかんないですけど、なんかまあ旅行なんすかね、はい、マレーシアとかに来てて、 Wi-Fi がねちょなさすぎて、ホテルのねロビーの Wi-Fi を借りてたんですけど、なんか部屋に Wi-Fi がないみたいな、まあ、それだけでも普通に意味わかんないんですけど、ホテルの部屋に Wi-Fi がない。どんなホテルやねんと思いながら、なんかロビーにはね、ちょっと Wi-Fi があるんで、ロビーの Wi-Fi でやってたんですけど、マジで試合ごとに 30% ぐらいでね、赤トルネ出て撤退してたんですよ。動画何回もボツにしてね、撮れねえやんつって言ってたら、なんかその Wi-Fi ってホテル名なんですけど、そのホテル名の Wi-Fi が2個あったんですよね。だから、こっちの Wi-Fi ならいけるんじゃねえかなと思って、店員さんに、チェンジっつって、Wi-Fi チェンジっつって、なんか、もう一個の方にしてもらったら、なんか威力10倍ぐらいの最強 Wi-Fi 出てきて今無双してます、はい、最初からそっち渡せやっていう、最初ヘモめの Wi-Fi ちょっと渡されてね、やられてましたんで、怒りの怒りの落とせ、ほら、さあ怒りのマレーシア産チンパンデッキで今日はやっていきます。まあ、あれはもうね落とせそう、正直。なんか吸い込まれてるのが逆に、これ落としとくか、さすがにね、バインっつって、18が落とされても矢生県内です。はい、勝ちました。で、今日は珍しくね、プリンセスタワーです。マジ最近何ブラスターとかさ、ダガーガールがねちょっと強すぎるがゆえに、まあ、プリンタワーあんま使ってなかったんですけど、今日だけプリンセスタワーです。はい、プリンセスタワーかつ、マレーシア産のね、はい、チンパン親衛隊小獣ババエリババダクネっていう、お前どんだけ詰め込むねみたいなデッキなんですけど、はい、今日だけね今日だけ勘弁してください。さあ、よろしく。で、よろしく、なんだったっけね、カムさ忘れたわ、全然言語もね分かんないんですけど、雰囲気で出川イングリッシュ的なね、ラドイングリッシュで乗り越えてはいます。ダガーガールこれ強すぎん？いや、でもサボれそう。まあ、この辺も全部ね雑に回収して、よいしょ。まあ、このデッキの強みは結局進化親衛隊に進化工場を乗せたら止まんないでしょ、どうなの、後ろからダクネもエリババも来ますけどみたいな、はい、感じだと思うんですよね。なので、まあ一旦ここはいいか。ちょ、工場回すか。なんか無理やり出すのもったいない感すごいんですけど。ブーンつって、ちょっと横でバイク通ってますけど。まあギリ音は入ってねえと信じて。信じてね。嘘だろ。やめて。ダクネのコウモリマジ頼む。えぐすぎるそれ。マジで。ドチンパンすぎないか、お前。俺のデッキも言えないが、
相当なね橋前ナイトスキャラ雪まで来ちゃったよ。いやでもダガーガールがねマジ強いんだよな。俺どうなってんだダガーガールが1枚タイム強すぎるんで、まあそれまではね我慢。いやプリンセスタワーマジで弱え。いいマジブラスターでもダガーガールでも今の完封できるのにプリンセスタワーだけねちょっと悲しいよね。さあまあまあこっからか。雑にまあ工場出して進化工場回したいんでね460に気合で耐えて。で柳波雪玉だったなってことはよ、ダクネ最強じゃね。ダクネ出しときゃもう勝てそう。さあからのよね、橋前深淵隊まで行って工場追加もある。えこれ熱すぎこの流れ頼むマジで頼む。でも行くしかなくて、まあ、ボムタワーがあるんで一旦ほどほどに待って一旦マッチはするがキルダーが負けるみたいな。えマジ俺のとこそうなんで電波の調子悪いんかっていうぐらい、え弱すぎるんやけど。えそんなにさオールフレーが入ることある。はい終わりですありがとうとか言われちゃって。え待って電波悪くないよねなんかプリンセスタワー寝てない。そんなことありますマジかよ。まあまあちょっとアンラッキーってことでいいか。まあ親衛隊工場ね、まあ、このデッキだとちょっと重いんで進化工場、まあ、出せて2回か基本的に1回くらいしか出せないと思うんで、まあ、その数少ないチャンスでしっかり決めきりたいな。多分だけどプリンスストアが弱い説あるかこれ。なんかそんなウォールブレイカー入るっていうぐらい入っちゃったよな。いやマジで本当にねダガーガールとブラスターに慣れすぎて弱すぎるように感じてしまうのが恐ろしくはある。えまた同じようなデッキだよ。もう止まんねえよ。しん、うん。いや、まあまあまあ。俺仕方ないんですよ。これぐらいはね。え、ダガーがでもサボります、こっから。サボったダガーに工場を出して、え、ちょっと熱くないこれ。ドリル。なんか贅沢だな。相手のデッキいっぱいあんな。でも寝てはいるんで、ちょっと熱いぞ。まあまあまあ。悪くないでしょ。え、また親衛隊ウォールブレイカー。あれさっき親衛隊だったっけ。まず記憶が、まあ、ウォールブレイカーね。進化ウォールブレイカーな。分かってても止まんねえかんな。でちょっと1倍は、まあ、ダガーもいるしあんま刺さりにくいよと、まあ、ここはまず守るとこからね。進化親衛隊がたまりました。ポイズン打ちました。まあ、陸がもう一枚来るでしょ。トリドンに対して死ねないのか。あ来ないんだ。え強っ。嘘だろ。えマジでやばいね。だがまあまあまあこれリトプリからなんか来そうだね。そうだよね。明らかに来る顔はしてた、まあ、耐えて。いやこの数発でけえな。さっきの試合と流れは一緒ではある。耐えてからよね。いやまあフェニックスとかは無視できないのもな。ちょっと痛えよな普通に。やべ最強きた。これやべえぞ。で考えが同じすぎる。マジでバインバインやばすぎる。やばすぎる。えマジで慌てねえんだけど。まあでも俺も行くよね。んで俺の工場進化してない。いやでかい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 。1本落としてしまえば、はい、こんにちは。はい、エリババ追加までありますよ、私。なんつったってね。おれ。まあまあまあ、親衛隊が来るぐらいは分かってはいる。ダークネクロがね。いや、おつい。え、この子、キングさん、事故らん？しかも、え、待って、強すぎる進化工場は。進化工場出してないのに。なんで？早いって。工場が回せんな。
3回に1回結構悪くないんですけど、とか、まあ、ちょうどいいね。2回に1回にしたらさすがにやりすぎだし、4回に1回にしたらね、うん、ほぼ使えませんみたいななっちゃうんで、まあ、3回に1回ちょうどいいし、ダガーガールレベル13や、13 13なんてことある？14ならまだわかるやん、13なん？まあ血向上して、今のクラロワはね結局進化を一番多く回せたやつが勝つね。なので雑に回して、え、君もザップだけ勘弁、ちょっと怖いな。いやーでけー、だがしかしこれマジでプリンセスタワーが弱すぎる説あるか。こんな止まんなかったっけクラロワって。いやーまあダガーはねマジでちょっと強すぎるんでね、まあ耐えましょうか。耐えましてね、最終止まんないでしょあなたさん。もうこれで進化親衛隊も回して、工場も回して、この次だね、まあ、2倍タイム入った時ぐらいがあなたの終わりです。あれ、うん、さすがに寝てないか。これ行っちゃっていいんじゃない？行っちゃって、ものすごいどえらいカウンター来るんですけど、まあまあまあ、なんとかなるでしょ。豚ぐらいならね。思ったよりマジで相手のユニットが強いのはさ、なんで？こんなにユニット出さないといけなかったっけ？慣れって怖いっすね。ブラスターとダガーに慣れすぎてはいるが、よいしょ、普通に戻らなければいけない。これが普通、プリンセスタワー来た。え、こっからでもマジで強いぞ、これやばいぞ。バイクがうるさい、聞こえてるか分かんないけどバイクがうるさい。さあ、え、マジでこれ形組むだけえ、これやばいっしょ、止まんのか。エリパパも行っちゃう、ブーンつって道を開けろ、行っていこう。いやー、だがしかしで終わるか。いや、え、俺が頑張って貯めた進化終わっちゃった、マジ。いやでもこっからもう一回いけるよな、正直。これやばいね、本気で止めなきゃいけない。あいつだけはやばい、それだけは分かってる。あいつだけはやばいの分かってるんだけど、こいつはね止まんないこいつはね、痛すぎる、マジ痛すぎはするが、うーん、いやマジで、いやギリ耐えれるな、許容という名の。よしよしよし、え、あるなこれ正直。うーん、マジ耐えとし、マジない。いやー、マザネくんのかこれ。いや右側が落ちる、熱い、ダガーだからだ、ダガーガールの弱点来てる、来た、ヘナメゲンだ、危ね、マジギリギリすぎるわ、なんだこれダガーだったから勝てたみたいな最後はね。マジで怖えな、なんだこれスケラだったん、そんなサプライズみたいなことある？誰が気づけた、君スケラだったんやべえデッキだな、このデッキもなかなかでもあるが、あープリンね。まあもう進化を回そうや、親衛隊が2回目進化する頃に工場がやっと進化できるから。さあギャングコウモリね、まあでも普通のタワーの安心感ね、このコウモリとかもね、はい、何も対策しなくていいから、まあゆっくり行くか。プリンセスギャング、まあ進化を回してね、なんか戦いづらいな、ちまちましてんね。でもこういうのが、え、ダガーガールさ相手にね、きつくない？事故る、え、マジでちょっと熱くね、しかも濁点が14だから事故りやすい。え、熱い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 
寝すぎじゃね。ダガーガールってマジそれが弱いよな。まだみんな慣れてない。まあでも相手プリンスだったんで、もう親衛隊最強説ない。まあダークプリンスいんのか、ちゃんとね。いやこれもどえらいことになりますよ。はい、まあ工場つけりゃいいか、まあ、ダクネでもいいんですけど、もうつけたら止まらんでしょみたいな、右も左もみたいな。止まりそう、止まりそうですか。まあここまで打つ矢の雨はもったいないね。これどう考えても、打ったことによってやばいね。打ったことによってカツーンを抑えられないよね。矢の雨打っちゃったからね。あーまあ今の矢の雨とかは打たずに取り飛んで、まあ、しっかり回収がね、まあ、理想ではあったんですけど、まああの気持ちよくなっちゃってたな。はい、まあでも次来ました、進化工場。親衛隊の後ろのさ、進化工場みたいなめちゃめちゃ強くない？その、まあ、ペッカの後ろでもメガナイトの後ろでも何でもいいんですけど、冷静に止まらないみたいなのがあるよね。よいしょ。コウホモリ一体熱すぎるんだけど、褒めた瞬間それよ、いなくなっちゃった。これもね、やらめとか危ないんでね、打たずにワンバインからのしっかり回収なんですけども、マジでやば、怖すぎる。さすがに止まるね。支援隊走れ。なんかギャングがいい仕事してんね。エリババ試合したっけ。エリババ登場したっけ、覚えてねえな。エリババも進化してくれたらな、何回でも使ってあげるんだけどな。よいしょ、まあまあまあこんぐらいでいきますか。で矢の雨ね、じゃ真ん中にこうギャングとか来るっしょ、熱い。この辺全部巻き込めたら事故りやすいぞ。プリンも入ってる、しかも寝てるから、ザップね。いや悪くない。ちょマジケツダクネ大事だな。これ右許容できますからの、来た進化親衛隊からのエリババ追加よ。勝ちました。これ守るのむずくね。工場でもいいんだけど、いや工場か、いや左にエリババ何をどっちにどう出したらいいとかも考えられないよね、マレーシアいると。あーめっちゃ止まんな、やべえな普通に。普通にこれやばいってやつかな。まあでも相手もさ結構攻め手が最後薄いんだよね、だからなんとかなってる、お互い様みたいなね。いやこれ絶対熱い、やられちます。しかも知ってるよ、工場って小物系しばくんですよね。来た、いやー入らないか。でも見て左側がタスク切れ、タスク切れじゃねえ、何チャージ切れ。来た、さすがにね。さあダクネが止まんない、エリババも追加で工場まで行ってヤマメまで打って、いやーダガーガールだから止まりませんよねと。おいーナイス、あぶねいやこれダガーガールな、マジで1枚タイムものすげえ強いのにさ、最後の最後なんかちょっとラッキーしちゃうみたいなのがあるよね、相手にいると。今のもね、ダガーだからこそ気づいたら詰んでたもんね。普通のプリンセスタワーなら止まってたんじゃないかっていう、結局プリンセスタワーが最強みたいなところになってくるんですかい、どうなんですかいっていう難しいとこではある。正直今のクラロワのこの3種類のね、何が強いか論争は決めがたい。残ってくれたら幸せではあったが、誘導むずいな、なんか何を出してももったいない感が。さあロケコね、やだよね、ロケット奉仕ね。さあファルチェね、まあやだね、両方ともやだね。親衛隊がちょっと刺さりにくいか、まあちょっとだけね。おい、まあこれ裏ゴーストのトルネだけ、あーこれコウモリやばいか、
全てがやばいか、なんかぶっ刺さってんの。いやーこれちょっとアンラッキーすぎん最近全てアンラッキーで済ますようになっちゃってるかも。いやそれでいい。からのこの工場追加ちょっと熱いんじゃない。いやダメ、打ってもいいけどな正直。いや打たなくてもよかったかもねなんか打ちたくなっちゃうことになっちゃったけど、まあいいや。さあババが普通に工場ぶっ刺さりだったな。さあナイス、弾降りました。1100はね守れないよね、守れない気がする。守れるかな。スケキンインドラ、相手のデッキなんだこれ、スケラ、なんか特に出てないっすよね、難しいな。いやーあれはね、ヤナミ打たなきゃね、進化コウモリ的なちょっとめんどいんですけど、てかファルチいたな、ファルチいたらね親衛隊がちょっと弱いんですけど、まああんま考えずに、あーエリゴレいたわ、マジで記憶なさすぎはするか。まあまあキング起動したら結構楽に守れそうじゃない、いいね。しかもあっちをまた引っ張るっしょ、いやめっちゃいい、いやめっちゃいい、やばい、そいつだけやばい。いやタゲがなんか全てのタゲが神かかってはいる。さあヤナメもあります、トリトンで引っ張りますからのもう一回トリトンで引っ張りますみたいなさあ釣りの時間だ、いいね。いやちょっとヤナメ使った後のね小物が厄介ではあったけど、ちょっといいや、形組んどけばね、なんか気づいたら勝ってるかもしれない気づいたら勝ってるかもしれないデッキです。さあダガガルね、タワー HP 多いんだよね、最近の俺のねお気に入りスタンプです。はい、マジでサイコパスプリンセスどう考えてもね普通の人間にはねこんな表情できない、これやばいよね、マジやばい、気に入りすぎてるわこれサイコパスのやつは大好きなスタンプでさえ、俺は例外としてね。あーまあコカッちゃんか、まあ、雑に進化出していこうぜ。はい、でまあプリンとかもう許容してエリババからの工場みたいな、まあダークネコレでもいいな、うん、なんか、まあ、雑に行きたいよな。よいしょ、止まんないでくれ、結構親衛隊きついんじゃないこれ、ダカガールってさ数の暴力に弱いイメージあるもんね。いやでもあのプリンが強えな、いやでもきつそう、いやプリンが働きすぎではある、まあいいでしょう、こんぐらいはね。なんか硬さえぶっぱの方がいいかもね、なんかダガーガールがさガス切れになってんのにそっちサイドを攻めてないのがもったいないみたいな、まあ悩ましいとこではある。これ全許容できんだねダガーだと。いやーその受け強えな、トリトンですら届かねえんだね。まあ一回考えることは放棄、はいはい、考えることは放棄した顔。いやからの工場も行きてー、プリンには2秒でやな雨、やばい、進化スケドリームだけやめとし、いやコウモリが残ってるかさすがにね。いやーこれでも止まるか、えってかバレル飛ばしたら止まんないんじゃね、おっつ、えしかもさガイン1回どころじゃねえんだこれ、しかもスケルトンしばくやばすぎる、えマジでやばすぎる、そんなことある、あの小島ババ働きすぎじゃね、しかもちょうどコストないよね、えあっつ。さあこれが進化工場ドリームか、今までだったらねあれガインで壊れたらさ、まあその後適当にねウッドとかナイトとかで拾われてみたいな綺麗なね防衛というか相手の強にはなっていたが、時代は変わった進化工場はね許容なんて許されない、許容してたら弾なくなってます。いいね工場、なんか思ったほど流行ってないんですけどね、どう考えても
強いというかそのぶっ壊れではあるんだよね、間違いなくね。なんだろうね、ライドラとか、まあ進化ザップとか、なんかそういうのがマルチ上位だとやっぱ結構いるんで、なんかそこには弱いみたいなね。けどそういうのを除けばマジで壊れてはいるさあ、アイスピですら許容できないかわいそうなプリンセスタワー、うん、まあこれ今横でね、なんかマレーシア人的な人たちがね歩いたりしてるんですけど、まあ一人で喋ってる、日本語とか何語かも分かんないでしょうからね、こいつは一体何を一人でブツブツ言ってんだと思われてんのかな、俺どう思われてんのか分かんないんですけど、まあダクネ入りそうだしいいやゴムに添えた、陸薄くならん、結構簡単に止まる、結構陸薄くなったよね、でもガス切れだから入りそう、お願いで、ガス切れだから、あー惜しいね、いや結構入るよねこれ。これさ、ダガーの弱点じゃない、やっぱ1倍タイムで橋前工場、橋前エリババ、橋前ユーノとかこう追加されるとサボっちゃうよね、ダガーあるある。さあ近畿できる、まあ、これプリンセスタワー一番近畿度しやすいんでね、からの今エリクサなかったもんないで、ってことで橋前から行ってガス切れになるところまでは見えるガス切れになるが、まあ、進化ないと来たんで一回冷静に守るか、進化ロケコのサイクルかな、まだ回ってないかな、まあわかんねえな、まあ、この前って最悪許容できるっすね、まあ、一応低めに出しとくか、まあこれはね、ロケコだけ、ロケコだけ芝居て、いやでかい、うん、なんで、いやいてぇ、進化ロケコマジで危ねえっすね、あいつだけは。え、でも俺進化工場回したいんだよな、進化工場回すわ、まあ、捨て工場かな、進化新兵隊と進化工場をちょっと同じタイミングでいけると相手は守れない説がある、正直どうだ、そんなことはないんですかい。さあトリトンも一応ある、低めに引っ張るか、え、ちょっと待って、ダクネマジ一歩我慢してくれたら神になる、おばちゃん、え、これさ、いやー、いやでもロケコにはやられまる、ゴブリンは引ける、いやこれアイスピがね良すぎはする、でも来そう、ガス切れ左っすね、実はまあ右でもいいんですけど、やっぱガス切れを狙っていく、熱い熱い、そう、1本折ります、1本折りましたらもうトリトンで引っ張ってからのホグをエリババで、え、折れてない、折れてないの話が違う、話が違うね、だいぶ、いやでも山雨162やん、マジで遅延折りしてるみたいな一瞬なるやん、危ねさあサイコパスプリンススタンプ可愛すぎる、というわけでね、形組むだけ新鋭大ダクネエリババはね、マレーシア産デッキ、ちょっと皆さんもやってみてください。というわけで、よければね、チャンネル、高評価も、オンシャスター、オッシャー。